フレデリック・バレンティッヒの失踪は1978年に起きたオーストラリアのパイロットであるフレデリック・バレンティッヒの失踪事件についてもべる。彼は1978年10月21日土曜日の晩バス海峡上空を125マイルの訓練飛行中に行方不明になった。空飛ぶ円盤熱狂者と評されて20歳のバレンティッヒは メルボルン航空管制に自分は1000フィート高い航空機について来られている。エンジンが耳障りに動いていると知らせ、それから最後にそれは航空機ではないと報告した。しかしながら AP 通信の報告によれば運輸省はバレンティッヒの失踪の背後に UFO があることに対して懐疑的で、その公務員の一部はバレンティッヒは方向感覚を失い、 ひっくり返って飛行しながら、自身の透過が水に反射するのを、あるいは近くの島の光を見たと推測した。フレデリック・バレンティッヒ、フレデリック・バレンティッヒの全員飛行時間は約150時間で4級の軽気等級を持ち、これで夜間飛行する権限を授けられ、しかし有志会気象条件下においてのみであった。バレンティッヒは二回オーストラリア空軍に志願したが、 十分な教育資格のために拒否された。彼は航空訓練団のメンバーで航空で経歴を持とうと決めていた。バレンティッヒは商業パイロットになるために非常勤で勉強したが達成記録は歩く2回にわたって5つの資格試験科目をすべて落とし、つい前月にもさらに3つの試験資格科目を落としていた。さらにバレンティッヒはインシデントに巻き込まれていた。 例えば、シドニーの完成空域に迷い込み、そのために警告を受け、そして2回、故意に雲の中に飛び込み、そのために刑事訴追が考慮された。また父親のグイドーによれば、バレンティッヒは UFO の存在を熱烈に信じ、彼らに襲われることを心配していた。バレンティッヒは午後7時6分にメルボルン航空完成に無線で、 4500フィートで未確認の航空機がついて来ていると報告し、メルボルン航空管制からは、その高度で知られた飛行機はないと告げられた。バレンティッヒは、大きな未知の航空機が4つの明るい着陸灯に照らされているように見えると言った。彼はその方を確認できなかったが、それは、頭上約1000フィートを通過し、高速で移動していると言った。 バレンティッヒはそれから航空機は東から接近しつつあると報告し相手のパイロットはわざと自分をもてそんでいるかもしれないと言ったさらにバレンティッヒは航空機は頭上で旋回していて光沢のある金属表面をしていると言ったバレンティッヒはエンジンの不調を経験しつつあると報告したその航空機を確認するように頼まれてバレンティッヒは無線で 航空機ではないと言った。彼の送信はそれから金属製の引っかいている音と形容される音によって中断され、そして全てのコンタクトは失われた。海と空の捜索は海洋船、オーストラリア空軍、ロッキード P-3 に加え、8機の民間機で行われた。捜索は1000平方マイルにわたった。捜索の努力は1978年10月25日に、 終わった。バレンティヒの失踪の運輸省の調査では原因を決定できなかったが、それはバレンティヒにとって致死的と推定された。バレンティヒの航空機が失踪した5年後、エンジンのカウルフラップがフリンダースト海岸に打ち上げられているのが見つかった。1983年7月に航空安全研究局はオーストラリア海軍研究所に カウルフラップが航空機が失踪した海域からその最終的な点まで旅行した可能性について紹介した。局はその部品はある範囲のシリアルナンバーのセスの182のものであると確認されたことに注意したが、その中にはバレンティッヒの航空機も含まれた。バレンティッヒが自身の失踪を上演したことは提案されている。ケープオートウェイトの30分間。 内視45分間の旅行を考慮してさえ、単発セスの182はなおも 800km を飛行するのに十分な燃料を持っていた。理想的な条件にもかかわらず、航空機は全くレーダーで捉えられず、それが、ケープオートウェイの近くにいるかどうか疑いが投げかけられた。そしてメルボルン警察は、ある軽飛行機がバレンティッヒの失踪と同時に、 ケープオートウェイから遠くないところに謎めいた着陸をしたという報告を受けた。もう一つの提出された説明は、バレンティフィが方角がわからなくなり、ひっくり返って飛行していたというものである。もしこれが事実であれば、彼が見たと思ったものは、水面に反射した自分自身の航空機の投下であったろう。彼はそれから水面に墜落したのであろう。 さらにもう一つの提出された可能性は自殺であるが、彼を事実上知るイシラや同僚らとのインタビューは、この可能性を排除する。天文学者で、元空軍パイロットジェームズ・マックガハと、著者ジョー・ニッケルによる無線の筆記録その他のデータの2013年の、見直しは、経験のないバレンティッヒは、傾いた水平線の錯覚に騙され、彼は埋め合わせをしようとし、不注意にも、 時期を下向きにして、いわゆる、墓地旋回にして、彼はそれを航空機の単純な旋回と勘違いしたと、提案した。著者らによれば、もし締め付け旋回をすれば、重力加速度は燃料流量を減らすだろうし、その結果、バレンティッヒによって報告された、不調なアイドリングになるだろう。マクガハとニッケルはまた、次のように提示した、すなわち、バレンティッヒが報告した。 明らかに静止した頭上の複数の灯下は、十中八十九、明るい星アンタレスとともに、金星、火星、そして水星で、もしそうならば、バレンティヒの説明と合致した振る舞い方をしたであろう。UFO 研究からは、地球外生命体がバレンティヒの航空機を破壊したか、それとも彼を誘拐したかのいずれかであると推測し、一部の個人らが空を不規則に移動している。 緑色の光を見たと報告したこと、彼がその時急降下していることを主張した。UFO 研究からは、これらの説明は、バレンティヒの無線通信で言及された緑色の光のために重要であると信じている。アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスに本拠地のあるグループグランド、ソーサーウォッチは、円環港、ロイマニホールドが撮った複数の写真は、 ケープオトウェイ灯台の近くの水面から出ていく、高速移動している物体を示していると主張している。複数の絵は、物体を確認するほど鮮明ではなかったけれども、UFO グループは、それらは、雲のような蒸気、排気残留物によって明らかに囲まれた、中くらいの大きさの、正真正銘の未知の飛行物体を示していると主張している。ありがとうございます。